ジオジェブラは数学や科学を小学校から大学水準まで学習指導するための機間、台数、統計、解析を結びつけた動的な数学ソフトウェア。ジオジェブラは複数のプラットフォームで使用可能であり、デスクトップアプリケーションとして Windows Mac OS、Linux 上で動作し、タブレットのアプリとして iPad, Android, Windows 上で動作し、Web アプリケーションとして、HTML 5上で動作する。創始者、マーカス・ホーエン・ウォーターは、ザルツブルク大学で2001年に卒業論文の一環として開始し、フロリダ・アトランティック大学、フロリダ州立大学、リンツ大学で、世界中のオープンソース開発者と翻訳者の協力を得て、開発を続けている。 キックスターターでキャンペーンに成功した後に iPad、Android、Windows Store ア,アプリ版を含むように拡張された。2013年にベルナール・パリッセのジョックがジオジェブラの CAS ビューに統合された。ジオジェブラはその運営元としてオーストリアのリンツに本社を置く企業と非営利団体の両方があり、ユーザーコミュニティに対しては ソフトウェアとクラウドサービスを提供している。ジオジェブラは点、ベクトル、個、線、多角形、円錐曲線、不等式、影多項式、関数を扱う。これらの機能は対話的に変更可能で、マウスやタッチや入力バーを通じて動的に操作できる。ジオジェブラは数やベクトル、 点を変数を用いて取り扱うことが可能で、関数の微分係数や積分を求めたり、ルートやエクストリーマムなどのコマンドを完全に保管する機能があり、幾何学的定理を証明する方法を理解できる。主な機能は、以下の通り、動的アプレットは、公式の学習教材のリポジトリクラウドサービスである、ジオゼブラマテリアルズプラットフォームに直接アップロードできる。当初、 2011年6月にジオガブリチューブという名前で公開され、2016年に改名された。改良と機能拡張により、サービスは2016年4月時点で、現在100万を超えるリソースを提供し、ワークシート、シミュレーションゲーム、電子書籍など40万以上の教材が検索できる。教材は、静止画像や動的 GIF など、 複数の形式でエクスポートできる。SVG は、Inkscape など外部ソフトウェアで、Windows メタファイルは、複数のオフィスアプリで直接インポートできるほか、システムのクリップボード、PNG PDF EPS にエクスポートでき、Strix PGF, Cheeks a s h m e とエクスポートオプションを使用して、Latex で使用できるコードを生成できる。ソースコードは、 GNU ゼネラルパブリックライセンスその他の非ソフトウェアはクリエイティブコモンズ by NCSA で扱われ、商用利用は特別なライセンス及び共同作業契約の対象となる。インターナショナルジオジェブラインスティチュートは、ジオジェブラグループの非営利団体であり、教師、学生、ソフトウェア開発者たちが、ジオジェブラ関連のタスクやプロジェクトのサポート、開発、翻訳、 調整している。ローカルユーザーグループは、イギーネットワークの一員として、ジオジェブラマテリアルズプラットフォームを介して、無料の教材を共有し、ワークショップを開催し、関連するプロジェクトに取り組んでいる。特定のガイドラインに従い地域のジオジェブラユーザー、専門家、トレーナーを認定している。ありがとうございます。